M14 は、蛇使い座にある、球状星団。双眼鏡では暗くはっきりしないこともある。後径5センチメートルの望遠鏡では、丸い星雲状に見える。後径10センチメートルで周辺部の星が見えたとする人もいるが、後径20センチメートルクラスでも難しい。ハーシェルが言う通り、周囲には、かなりのほのぼしがある。天の川に近い星であるが、そのためこの星団は、 元の明るさから現行している。そのためか、四直径を3と記載している著名なカタログもあると言う。星の腕が7本ほど見え、それがいろいろな方向に流れているように見える。中心部には小さなコアがあり、かすかな花火と表現する人もいる。中心部には星々の塊の部分と空虚な部分がある。コアは星の輪に囲まれており、花輪とか、 バラ飾りなどと表現されている。また、水面に石を投げた時の波紋に例える人もいる。1964年に、1938年6月21日から28日にかけて撮影された M14 の写真に申請が記録されていたことが判明している。1764年6月1日に、 シャルル・メシエによって発見された。星のない星雲。かすかで大きくはないとして、星団ではなく、星雲と記している。初めて分離したのは、ウィリアム・ハーシェルで、星に分解。300倍で見える。ひどく明るくて、丸い。かなり散開した星々の後ろ側にあり、これらの星々は、星団の上に投影されている。M10 と似ているとしている。ありがとうございます。